アクサイチンは中華人民共和国、インド及びパキスタンの国境が交差するカシミール地方にある37,244平方キロメートルのインド、中国の国境係争地域。1962年の中印国境紛争の結果、中国により実行支配されているが、現在もインドが領有権を主張している。インド側の故障はラダックである。アサインは、 突決後の翻訳から来ている。中華人民共和国の実効支配下に置かれ、その大部分は、新疆をウイグル自治区方端地区、南部の一部地域は、チベット自治区、ガリ地区の管轄である。インド政府は、現在もアクサイ人に対する主権を主張しており、アルナーチャルプラデーシュ州とともに、両国間の政治的対立の要因になる可能性を秘めている。古来より、 東トルキスタンとインド、またタリム盆地と西域を結ぶ交通路とされ、ウイグル族のメッカ巡礼でも多用された古来からの交通の要衝である。インド北西部と中国との境界線については、1865年にジョンソン線が提案され、1899年にはマカートニー・マクドナルド線が提案された。九百五十年代、ジョンソン線の南側に、 中国政府はアクサイチン盆地を横断する新疆とチベットを連絡する心臓航路を建設している。この際、インド政府はアクサイチンは荒れ地であるという認識から工事の事実を把握せず抗議活動を行っていない。アクサイチンはチベット高原北西部に位置し、宝端の南部コンロン山脈とカラコルム山脈に挟まれた盆地である。南東部には 多くの赤津西金湖、札都敷地六湖、アグリ各湖などの塩水湖が分布し、北西部には、カ,ラカシ川が流れ、タリム盆地に流れている。盆地の海抜は4000メートルを超え、山岳部は6000メートルを超える高山地帯である。気候も高山性気候となっており、高西川原では年間平均気温は低く、摂氏0.6度、夏季で当たる7月でも摂氏9.8度と、 年間を通して構装日は355日となっている。また南西からの季節風がヒマラヤ山脈により遮られているため、降水量は100ミリメートル未満と極めて少ない。地下資源に関しても近年調査が進み、良質なキララや各種レアメタルの埋蔵が確認されている。ありがとうございます。